皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は8月27日月曜日、新たな1週間が始まりました。今週も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて本日のねボードですけれども、昨日少しね触れさせていただきましたご常連のねローグセブンさんからのね、最新ボード、ご紹介したいと思います。今回ねご紹介する理由がですね、ローグセブンさんってねレフティさん、左利きなんですよね。なのでこのボード見た時にねあれと思われた方多いかもしれませんけども、ジャンクションボックスとかね、ワウ、スイッチャーの前とかにね組む一番最初に組むこの、ワウがですね一番左にあるってなんだろうと思った方、おいでになるかもしれません。これはね左利きだからなんですよね。でコメント欄見るとですね、その内容とかね詳しく載っていますので、ぜひともね左利きのギタリストベーシストさん、それからねあれなんでだろうと思った方はですね、ぜひコメント欄を読んでいただいて参考になさっていただきたいと思います。でねそんな中でね、今回この LS2 ラインセレクターがね、スイッチャーの中にね組み込まれている、これ面白いですよね。コメント欄見るとですねトレモロとですねそれから DOD のこれエコーみたいなんですけど、これをね AB で、センドリターンでつないで、切り替えができるようにしている。これはなんかスイッチャーの新しい使い方で面白いなと思いました。特にねループ数が少ない、スイッチャーボードではね有効なのかなというふうに思いました。ということでね、フェボーのこの事例をねこう見ていきますとですね本当にアイデア満載のボードが多いので、ぜひともコメント欄とかね参考にしていただきたいと思います。それではね今週も、音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。ローグセブンさんいつも投稿ありがとうございます。ツイートもありがとうございます。ありがとうございました。